まずお客様に言われる前にサービスを行えるようにというものを意識しております。ハンバーグと盛り合わせワイヤーチェックお願いします。ソースに関しては正直社内でもごく一部のものしか知らない。そんなに、金谷さんはどのくらい今お店やられてるんですか？入社してちょうど20年なんですけど、もともと高校生の頃からバイトをしていて、で一度30の頃に退社をしてるんで、そこの期間がないと30年以上になるんですけどね。一時期 O157 とか狂牛病とか牛肉という扱いがかなり、慎重になった時があったんで、その時は一気に店舗数を30何店舗あるところから3店舗に落としてて、残った3店舗を運営する人間がいなくて、でその時に声をかけていただいて、戻って3店舗から営業に参加させていただきました。私からすると儲かる店舗とは思っておりませんで、とても利益率の悪い会社でございます。メニューを決めるときにお客様に損をさせたくないというのがありまして、原価率もそうですし、今言った最終的な利益率もそうですし、あと店舗を作るにあたっても、通常他社さんが店舗を作る時の費用と比べても倍以上の価格になってしまうんですね。利益率というところでは必ずしもいい会社とは言えない。なるほどいわゆるファミリーレストランとちょっと違う感じがしてるんですけど、会社が目指しているものは地域のディナーレストラン、そしてステーキハンバーグの専門店ですので、扱っている商品もかなり絞られた商品になっているかとは思います。バーグってどのくらい焼くのに時間かかるんですか？だいたい6面を全部焼くので。6面焼く、はい、10分ちょっと。だからもう焼き出さないと間違わないですね。
ここオープンだからすごい見られないですよ、はい、お客さんから見られます見られますよね子供とかがっつり見ますよね、前に張り付いて張り付いてるやつね。この調整というか焼きすぎないようにとかこういろんな位置をずらして作ってるんです。そうですね、この横になっている部分と縦になっている部分を焼いて一番油が落ちやすいので、なんかくっつきやすいので、はい、なるべく低温のところで焼いたんです。いらっしゃいませ。焼いてる時にだんだんこう丸みが落ちてくるのが一番綺麗な形になるという状態で、まあ、それを意識しながら焼いてますね。何を見てるんですか？何人家族とかそういうことですか？もうそうですね、あのご案内時の席のプランニングもあるので、とりあえずあの、まあ、お部屋の準備とかもしてほしいので。あ、そういうことか。色とか表面とか見てる。一応鉄板の温度ですかね。鉄板の温度見てる。正常に盛り付けられてるかどうか、ソースかけるじゃないですか、はい、最後にそれがちゃんと跳ねるように、あの温度帯見て、ね、ステーキも油をまとってるわけじゃないですか、うん、でそれを乗っけた時のその油の跳ね具合っていうのを見て、どれぐらいの温度かなっていうのを確認して見てます。一番上は注文が入ったよってことですか、はい、で真ん中焼き出したってことですか。真ん中が注文が入ったようですので、準備ができました、じゃあおソースいってくださいねっていうのがこっち側下です。で今裏から料理待ちですよっていうのがこっち側、マグネットがこっち側で、これが出終わったら次最後ライスパンとか、あと同時でドリンクを持ってくるとかっていうのはここにひっくり返してた。あ、じゃあ全部ここなんですね。そうです。ビーナーの中はね、本当にお願いします。
は何ですか？これはラムです。ラムは。ハンバーグと盛り合わせワイヤーチェックお願いします。カットステーキ、カットステーキ、牛タンです。はい、まあ、従業員教育の中でまずお客様に言われる前にサービスを行えるようにというものを意識しております。お客様が来店されてから帰られるまでの一連のサービスというものは会社のマニュアルがございます。ここにどん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 新しいものを付け足していく、お客様が手を挙げる前に気づけるように取り組んでおります。お冷やがなくなったなと思ったらお冷やをサービスしたり、実際に食べた後に、まあ、料理が運ばれた後にお冷やを触るとどうしても油がたくさん跳ねるんでそれがグラスにもついてしまうし中にも入ってしまうんですね。それで今までは継ぎ足してたサービスから交換するサービスに変わっていった。で誰でもそれができるように、気がついた人間しかできないんではなくて誰でもその気がつけるように、マニュアル化しているという部分でのマニュアルだと思っております。レギュラーセットをお願いします。はい、じゃあハンバーグとラムになりますがよろしいですか？はい、ハンバーグとラムのステーキのお盛り合わせでございます。こちら大盛りライスになります。まずはカットさせていただきます。当社のハンバーグはビーフ 100% で、まあ、つなぎを一切使っておりません。ひき肉をもうギュッと丸めただけというか、まあ、そういうようなハンバーグですね。ソースはなんていうソースの名前なんですか？まあ、オリジナルなんですけどまあ、ご飯に合うソースになっております。まあ、ソースに関しては正直店長の私も知らない、製造方法はもう社内でもごく一部のものしか知らない。そんなに、はい、
創業してから30年の時に、店舗数が減ったんですけど、もうその時点で地域に、まあ、根ざしたサービスが行えていたというのがとても大きかったと思います。もう当社の場合には本当にハンバーグとステーキに絞り込んだ専門店ですので、はい、価格帯としてはやっぱニッチな価格帯。あ、そういう言い方なんですね。はい、ちょっと今日は贅沢なお昼ご飯を食べたいと親子3代でいらっしゃるようなそういうような使われ方というのが横浜の中では根付いていて、ハングリータイガーっていうブランドをもう皆様多分お持ちで、家族でいらっしゃった思い出というかね、そういうものが根付いてるのが、あの、まあ、また店舗数が増えていった、はい、一因だと思います。お客様に、愛されるまあ、店作りというか、本当に 地域に目指したディナーレストランで、お客様、何か晴れの日にお客様に使っていただけるような、そしてお客様の印象に残るようなサービスを、まあ、我々はしたいと思っておりますので、そこを、まあ、積み重ねているのが、まあ、店舗数拡大というところに、まあ、もしかしたらつながっているのかもしれないですね。ありがとうございます。